それこそ一緒にやってるとかではなくて、テレビで見てた選手と一緒にやるとかもそうですし、なんかそういうのも結構、テレビで見るというか、ダゾーンで結構、あ、この選手好きだなって思った、見てた選手がチームメイトになったとかもあるとすごい楽しいですね。え、やっぱあれですか、FC 東京だと、ベタなことになっちゃいますけど、長友選手とかになるんですか、それって。そうですね。長友選手、森重選手とか、東選手、それこそ永井選手、高木選手っていっぱいいましたけど、あの人と一緒にやるのは、FC 東京来て1年目はすごい楽しかったですね。長友選手とか、あれですか、最初の印象とかと違いました？実際に一緒にプレーしてみたいとか、同じ生活を送ることあると思うんですけど。そうですね。結構どういう言い方すればいいかっていうのがちょっと難しいんですけど、でもやっぱあそこまで突き抜けてる人って、やっぱいい意味でちょっとぶっ飛んでるなっていうのはやっぱ感じますね。どういうところですか？例えばやっぱ、僕らが冗談で言うことを、例えば、本当に例え話なんですけど、なんだろうな、世界一になりたいね、みたいな話を、まあ、笑いながら言うとするじゃないですか。それはもう、ゆうとさんにとってもガチなんで、なんで笑ってんの？みたいな。っていうのが、いろんなところで起こるから、あ、やっぱすげえなって思ったりとか、結構、そう、節々でありますね。確かに長友選手っぽいエピソードですね、それは。はい。結構多いです。なんかこう、前回の生配信の時に話してた、龍馬選手が、あ、ここで上がってきてほしいな、みたいなタイミングでオーバーラップしてくれたりとか、はい。サポートがすごい上手な印象はあるんですけど、それとかって事前にまあ打ち合わせっていうか、こうすり合わせみたいなのがあるのか、もう自然と長友選手ぐらいになると、ここっていうところにいてくれてる感覚なのか、どっちなんですか？そうですね。もう、勝手にいてくれる。なんか、長友選手と話してることはもう、本当守備のところと、あと攻撃の時に被んないようにしようって言ってるぐらいなんで、あとはまあ攻撃の部分は好きなようにやってもらってもいいけど、守備はこことここやってほしいみたいな。本当、そんな大した話してないんですけど、やっぱあの人で守れるし、僕が困った時には後ろにすぐいてくれるっていうのは多分、あの人の凄さなんじゃないかなと思いますね。例えば、もう僕らから見ていて、長友選手の守備って、もう、こう、一般的な目線で見てもすごいなって思うんですけど、龍馬選手が一緒にやってて、そのコーチングだったりとか、そういう、事前の準備のところで、グッときたアドバイスとか、あ、そういうコーチングがあるんだ、みたいなってありました。長友選手と一緒にやった上で、なんかこう、印象に残った経験。コーチングか。まあでもなんか僕は前の選手なんで、まあ後ろのことも気にするけど、結構何も考えず前にプレッシャー行ったりとか、やっぱそれで打開されたりとか結構あるんですけど、そういうところでのアドバイスを一つ、長友選手のことを聞いてみると、自分の体力が楽になったり、でも相手が全然攻撃できないような立ち位置が取れてたりっていうのは、何度かありましたね。今思いつく時は、思いつく限りで何個かあった気がします。